はじめまして、寿司マクロウさん。アニュドゥーム奇跡の独身トゥームです。今回なんですけれども、僕最近ショート動画をちょこ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 上げていたら、寿司マクロウさんというね、10万人以上チャンネル登録者数がいて、主にマインクラフトのゲームをやりながらコメントについて語っていくみたいな、そういったね、YouTuber さんからコメントをいただいておりまして、それについてね、本当にありがとうございます。まあ、今年だけで言うのであれば、他にも遠坂めぐさんだったりだとか、リオナちゃんだったり、いろいろな人からね、コメントをもらいました。その、すごい YouTuber さん以外からもたくさんのコメントをもらえるようになって、本当に僕自身感謝の気持ち、皆さんに対しての感謝の気持ちがすごいあります。それによって僕の動画を作ろうというモチベーションになっているっていうのも事実だし、本当にそういった一つ一つの声ありがたいなと思っております。ありがとうございます。僕ってもっと違うYouTuber かなって今でも思うんですけれども、まあ本当はさ、周りに嫌われてとかだと思ってるんですよ。自分自身そんな好かれるような人間じゃないと思ってるんですよ。でもその中、コメントしてくださった YouTuber さんだったりだとか、リスナーさんには本当にね、ありがたいなっていう気持ちがあるので、まあこの動画を撮ることにしました。いやね、本当に僕は好かれるような人間じゃないんですよ、どちらかと言ったら。本当社会に出ても思うんですよ。僕自身は世の中のね、ほとんどの人に嫌われてる気がするんですよね。まあもちろん好かれてる人もいるのは事実なんですけれども。いや、でもね、本当過半数から、以上からかな、嫌われる人間なんですけれども、こうやって今、YouTube 好きなことをやれてる。そして、コメントをいただけてるっていうね、この事実に関してすごいありがたいなと思ってるし、応援してくださってる皆さんに改めてね、こういう気持ちをね、伝えようかなと思って、この動画を撮ることにしました。まあね、こんな感謝の動画みたいなのって、普通にあんま撮らないから、俺。基本的にね、もう叫びまくってるような動画ばっかりなんですけど。いやね、本当にありがたいなと思って、まあね、この動画をちょっと差し込みたいなと思って。これどう？サムネで。こんな感じでどうでしょう。うん、これサムネだ、こう。うん、で、荒れてるのもね、すごいね、僕からしてもね、ありがたいことだなと思ってるし、で、いつかね、みんなに恩返しできるように、僕自身が売れたら、こいつ最初の頃から俺は知ってたし、チャンネル登録してたんだよって自慢になると思うので、まあね、そういう感じで僕自身がみんなが自慢できるような数字を叩き出すこと、まあ僕はね、そもそも頭がおかしいです、普通の人と比べて。これかも変な動画出していきます。もうブチ切れまくってる動画とかも出ると思うんですよ。でもチャンネル登録してくれたりだとか、応援してくださったりするとありがたいです。まあね、最近ちょっと荒れに荒れまくってる部分があるので、まあね、こうやってためにはこういう動画も挟みたいなとか、てかそんな僕もブチ切れたいわけじゃないんだけどなーとか、いろいろ思ったりするんですけど、なんかまあこうなっちゃってますね。まあ、僕自身がね、まあそういう性格なのもあるかもしれないですね。ただなんか僕自身思ってることとしては、本当にみんなからいつかね、とチャンネル登録しといてよかったって思われるような、そんな YouTuber になれる日まで諦めるつもりないんで、もしよかったらチャンネル登録とかグッドボタンだとかコメントとかしていただけたらすごいありがたいです。本当にね、最近4000人以上突破したっていうこととか、あとはもう今5000人に向かうような準備ができていて、5000人達成できた時とか、本当にね、多分もっと感謝の気持ちに溢れるんだろうなと思って、いやー、どうなるんだろう、僕の未来もね、僕自身がどうなるか分かんないんですよ。だからね、YouTube って楽しいんですよね。 YouTube って結果が目に見えてどうなったかっていうのがすぐ分かるから、本当に僕は楽しいなと思ってます。だから僕がどんな風になるか、皆さんお楽しみにしていただければなと思います。あとは本当にコメントくださってる方、いつもありがとうございます。
またねー。